もし僕が見たいって言ったら、司ちゃんの可愛い下着姿を見せてくれる？それをいくらでも。尤其待小四见完家长后返回了原来的出租公寓，可万万没想到的是，一道闪电劈下来引发的火灾把公寓给烧没了。幸好小耀家有多余的房间可以给两人暂时居住，然而大火烧光了小四的所有衣服，再加上回老家时换下来的，小四已经快要没衣服穿了。于是两人决定去洗衣店洗衣服，但在等衣服洗完的期间，小四的反常行为引起了尤其的注意。そういえば司ちゃん、今日珍しくジャージ姿だね。そのあんまり見られると恥ずかしい。なんで？いや、だからその火事で枚数が少なくなってたから、さっきまで着てた下着も全部その、司ちゃんノーパンなの？ちょ、大声で言わない。じゃあそのジャージの下は何も？そうよ、だからあんまり見ないで。やばい、このお嫁さんすごく可愛い。今すぐ抱きしめてチューとかしたい。あ、でもそういうことするとまたかなめちゃんが。でもすごく可愛い、ノーパンノーブラのお嫁さんすごく抱きしめたい。いや、やっても仕方ない、こうなったら。ちょっと、なんで写真？だってそのもったいなくて。何がもったいないの？それはお嫁さんのエスレアなガチャを引き当てた気がしたので。尤其的行为属实有点变态，但他还是不忘给小司买新衣服。于是两人来到女装店，在小司试完一套衣服后，尤其却觉得小司穿得太暴露了，一想到会被别的男人看到，他就有点不舒服。小司也没想到尤其的占有欲会这么强，便要求尤其帮自己选。于是在尤其的精挑细选下，小司买了几套少女感十足的连衣裙。买完衣服后，小司还想顺便买几件内衣，可尤其看着琳琅满目的货架，思想开始逐渐变态，猥琐的视线不自觉地瞥向小司。やっぱり一人で選んでくる。見放された。走在回去的路上，尤其还是一直想着小司只穿内衣的模样。于是あのさ、どうしたの旦那様？その、もし僕が見たいって言ったら、司ちゃんの可愛い下着姿を見せてくれる？それをいくらでも。じゃあ次は旦那様の服買いに行こうか。そうだね、買おう僕の服。